ホノリウス、フラビウス・アウグストス・ホノリウス、フラビス・オーガスタス・エナウリアス、384年9月9日から423年8月15日は、西ローマ帝国、テオドシウス王朝の皇帝、在位、393年から423年、テオドシウス一世の次男、西ローマ帝国の実質的な滅亡の一員を、作った暗君として知られる。ホノリウスは、 東方聖帝テオドシウス一世の次男として、彼の最初の妻エディア・フラキアとの間に生まれた。彼は2歳で、東ローマ帝国のコンスルに任命された。392年に、西方聖帝ウアレンティニアヌス二世が死亡すると、西ローマ帝国では、元老院議員のエウネニウスが次の皇帝として、衰退された。これに対してテオドシウスは393年に9歳の息子、 このリウスをアウグストゥス、すなわち、西方聖帝であると宣言して、西ローマ帝国へ、侵攻、394年にフリギトゥスの戦いで、エウゲニウスらを果て、西ローマ帝国の首都メディオラヌム、現在のミラノを占領した。西ローマ帝国を征服して4ヶ月後の395年1月17日、父テオドシウス一世が死去した。遺言で、 兄アルカディウスが帝国領の東半分、東ローマ帝国を、ホノリウスが帝国領の西半分、西ローマ帝国、それぞれ分担して統治することとなった。ホノリウスの宮廷は、メディオラヌムに置かれたが、まだ彼は十歳であったので、実際的な政務は、バンダル族出身の将軍スティビコが行うことになった。ホノリウスの地位性は、社会的に不安定な時代だった。 ホノリウスは、西ローマ帝国の人々によっていただかれた皇帝ではなく、西ローマ帝国を征服したテオドシウスによって建てられた区物だったので、テオドシウスが死ぬと、西ローマ帝国の人々は次々とホノリウスに牙を剥いた。まずアフリカで、ギルドーの反乱が起こった。ブリタンニア、ガリア、ヒスパニア、アフリカといった族州は、地方のローマ軍団やローマ人貴族がホノリウスとは、 異なるローマ皇帝をいただき、メディオラヌムの宮廷からは独立した。409年にはローマの元老院もホノリウスから皇帝の資格を剥奪した。ホノリウスは対立皇帝の一人であった皇帝コンスタンティヌス三世を共同皇帝とし、410年にはブリタンニアの支配権を放棄した。こうした混乱の中、当初メディオラヌムに置かれていた宮廷は、 402年にイタリアに西ゴート族が侵入した際にラベンナへ移され、以後そこにホノリウスはこもりきりとなった。バン族がイタリアを蹂躙する一方で皇帝のいるラベンナは軍により徹底的に防衛されていた。ホノリウスは若く、またアングでもあったため、政務はバンダル族出身の将軍スティリディコが行った。スティディコは各地で反乱の鎮圧やら、 西ト族やバンダル族との争いに奔走し、西ローマ帝国を大いに支えた。スティリコは、自身の二人の娘を共にホノリウスと結婚させ、皇帝の義理の父ともなった。408年、東方聖帝アルカディウスが死亡すると、ホノリウスは、新たな東方聖帝を任命せずに単独で、帝国を支配しようとした。スティリコはホノリウスを戒めて、東方副帝であった。 テオドシウス二世を聖帝へと昇格させたが、ホノリウスはスティリコに不満を抱くようになった。スティリコがテオドシウス二世への使者として、西ローマ帝国を不在にしている間に、宮廷ではという大臣が、ホノリウスの信頼を得た。オリュンピウスはホノリウスにスティリコを排除して、実権を取り戻すことを提案し、ホノリウスやホノリウスのイボ妹があるなプラキディアも、反動はしなかった。 東方より帰国したスティリコはラベンナで捕らえられた。スティリコは義理の息子でもあるホノリウスを信じて抵抗しなかったが、408年8月22日に将軍によって処刑された。彼の息子へ受けリウスは逃亡しようと試みたが、同年中には捕虜となり処刑された。スティリコの処刑後、オリンピウスは初期艦長の地位を得て一時的に宮廷で権力を振るったが、 スティリコを尊敬する将軍コンスタンティウス三世によって412年ゴロに処刑された。将軍ヘラクリアヌスもコンスタンティウス三世からの報復を恐れて412年に反乱を起こしたが413年には敗れて処刑されている。イタリアの守護者と称されたスティリコの処刑によってイタリアの人々、特にフォエデラティとしてローマ市に居住を認められていた。 蛮族出身者たちに動揺が広がった。市民の反乱を恐れたホノリウスとオリンピウスは、人質として差し出されていた蛮族の妻子を、見せしめとして殺してみせることで対策とした。409年には、テオドシウス一世の命で幼女でもあった、スティリコの妻セレナも処刑されている。しかし、このような方法で、人々の不満を収めることができるはずもなく、およそ3万人の蛮族出身者が、 西元族のアラリック一世のもとへ逃亡し、卑劣な皇帝に対する報復の指揮を取るようアラリックに懇願した。アラリックは長年スティリコと争った中であったが、東の宮廷によって未払いとなっている給金を西の宮廷が肩代わりするという条件で408年にスティリコと交和していた。しかし、スティリコが処刑されて以降、給金の支払いがホノリウスによって停止されていた。 アラリックは彼を仕立って逃れてきた人々を連れて、ローマを包囲、第1回ローマ包囲し、フォエデラチとして、帝国内に住む人々の身の安全を保障するよう求めた。ローマとの交渉では、元老院によって多額の賠償金が支払われ、奴隷とされていた人質4万人が解放された。引き続きアラリックは、ラベンナにあるホノリウスの宮廷とも交渉を行ったが、 このリウスからの返答は、アラリックに対する侮辱と挑発の手紙だった。アラリックは、元老院を介して、宮廷との交渉を有利に進めようと考え、再び、ローマを包囲、第二回ローマ包囲した。アラリックは、イタリアの諸子に絶えず講和の申し込みを再三提出し、皇帝が講和に応じることが人々にとって、いかに有益であるかを力説した。409年、元老院は、 ホノリウスの皇帝資格を停止し、帝国の首都長官プリスクス・アッタルスをローマ皇帝として選出した。旧とメディオラヌムを含むイタリアの諸子がホノリウスの敗位とプリスク・アッタルスへの支持を表明した。ホノリウスはプリスクス・アッタルスを共同皇帝として認める条件での講和を申し入れたが、プリスクス・アッタルスは講和には応じなかった。しかし、 ローマの人々がプリスクス・アッタルスを担いで、ギリシア出身のホノリウスへの敵意を剥き出しにするようになると、あくまでホノリウスの宮廷とも講和を望んでいたアラリックによって、リスクス・アッタルスは敗位された。アラリックはホノリウスに定位を返却することを約束し、ホノリウスとの会談の場が設けられた。アラリックは約束通り会談に赴いたが、 ホノリウスは階段の地に一軍を差し向け、アラリックを吸収した。アラリックは、ホノリウスの卑劣な裏切りに失望し、ホノリウスとの交渉を断念し、三度、ローマを包囲、第三回ローマ包囲した。元老院は特使を派遣して、講和のために賠償金を支払うよう皇帝に要請したが、これをラベンナの宮廷は拒絶した。ついにはアラリックも平和的解決を断念し、 410年8月24日、サラリア門からローマ市内になだれ込み、3日間にわたってローマで略奪を働いた。この時のホノリウスの反応には以下の説話がある。この説話をエドワード・ニーボーンは信じられる話ではないとしているが、プロコピオスはこのような話があるほどこの皇帝は愚かだったと記している。423年。 三十九歳の誕生日を前に、子供を残さずに死去した。ホノリウスの死後、元老院によってが、西ローマ皇帝に衰退された。スティリコの二人の娘、マリアとテルマンティアの姉妹を相次いで目取ったが、どちらの間にも子供を設けることはなかった。マリアとは死別、テルマンティアとは離別した。ゆえに、ホノリウスの直系子孫は後世に伝わっていない。 最後の偉大な西ローマ皇帝とも呼ばれる、ウアレンティニアヌス一世の死後、ほとんどの西ローマ皇帝は実権を失っており、帝国を支えていたのは、バウト、スティリコ、アエティウス、リキメルといった、蛮族出身の将軍たちだった。ホノリウスの第二は、西ローマ皇帝の宮廷は、実質的に、イタリア半島を支配するのが、精一杯の状態であり、以後は蛮族に対して、 常に劣勢となった。このリウスのウィー・アーレンティニアノス三世の第2は四百三十九年にアフリカ州がバンダル族によって征服された。シチリア島や地中海西岸はバンダル王ガイセリックの感染によって略奪されている。以上の三条の裏側で四百五十一年にバン族出身の将軍フラウィウス・アエティウスが噴族のオアッティラに対し大勝利を収め、同じく アエティウスによる、ガリア南部における西豪都族に対する部君、426年、429年、436年、やらイン川やドナウ川への侵入者に対する軍港、428年から431年を挙げたが、454年に、アエティウスは、ウアレンティニアヌス三世により殺害され、ウアレンティニアヌス三世もアエティウスの元部下に、殺害された。 以降の皇帝たちの中では、マヨリアーヌスやアンテミウスが蛮族に対して構成に出たが、最終的には頓挫している。もはや西ローマ帝国にとって、西ローマ皇帝は無用の存在となっており、476年のロムルス・アウグストゥスの退位、480年のユリウス・ネポス殺害を経て、西ローマ皇帝は廃止されることになった。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。